はい、みんちゃゲームイズナイプです。はい、皆さんこんにちは、しおです。そして今回は宮下です。はい、よろしくお願いします。お願いします。今回はまあね、モンスト鬼滅コラボ前というところで、皆さんが面白い診断みたいなのを持ってきてくれたんですけども、はい、まあ鬼滅の呼吸、鬼滅の呼吸じゃないや、鬼滅の刃、まあ、呼吸法がね、それぞれ、うん、大使たちは持ってると思うんですけども、そのなんか呼吸を診断してくると。だからあなたは何呼吸みたいな、うん、翔さんだったら何呼吸とか、宮さんだったら何呼吸とかで、この質問に答えることでタイプが分かるっていうのを今回、まあ、ちょっと面白そうなんでやっていこうかなと、うん、はい、ちなみに4つですか、ね、4つで分かる、4つで分かる、4つで分かるらしい。あ、すごい、ね、4つで分かっちゃう、うん、有能だね。有能でしょう、うん、ちなみに何呼吸だと思います自分は。あ、もともとあるやつになるのこれ。分かんないちょっと僕もまだやったことないんですけど、うん、自分は何呼吸だと思う、お二方。え、鬼滅に出てきたとしたら、自分はやっぱ引き笑いの呼吸かなと思いますけど。それを作ってもいいですか。作ってもいいんじゃない。あ、作ってもいい。まあでもちろん派生でもいいよ。もちろんあの水の呼吸、なるほど、雷の呼吸、鼻の呼吸、虫の呼吸。雲の呼吸ってありましたっけ。雲敵だね、もうそれ。違う。あれ、呼吸術だから。あれ、呼吸じゃねえか。あれ、呼吸じゃない。あのほら、その雲じゃない。あのほら、空を飛んでる雲。ああ、空はいいですね。ありましたっけ。ない。なんかここそうじゃん。中二病くすぐとか。確かに。俺じゃ雲で。はいはいはい。俺なんもねえなあ。でも俺雷がいいですね。あ、雷ね。うん。ぜひいっちゃんの。じゃあ最初自分からいきます。はい。まず1。自分を突き動かす感じは何か。肖像。二択だもん。しかも。しかも二択なの。肖像かな。そうやろ。ね、はい。しかもいきなり96に飛ぶんだ。新しい友を得た。それはどのような人物か。戻れるんだ。賢いかな。はい、次、己を高めるためあなたが取り組むべきことは、いや、瞑想かな。最後かな、戦闘中に武器が折れてしまったあなたはその時どうする。一旦逃げますね、僕は。おお、広告がいっぱいある。あ、あ、雷でした。おお、全然逃げますもんね、うん、理由はないけど。理由ないんだ。理由ないんだね、これ。雷の呼吸だった。あ、下にちゃんと、あ、赤ちゃん全員サイブと。うん。ああ。先走ってしまいがちだからね。なるほどね。タイプなんだね。じゃ今のピロさんと同じにすれば俺雷になれるってこと？なれる。え、本当に一緒なんじゃない？あ、でもな、確かにね。じゃあ、どっちやる次。僕行きましょう。はい。はい、もう一緒だこれ。1問目は一緒だからね。自分を突き動かす感じは何か。使命感。あなたこれから軍を組織する。その場合、初めに登場するのは国家戦士か優秀な軍士か。あ、優秀な軍士でしょ。船だな、船だったの。いやいや、そういうわけじゃない。そういうわけじゃない。そんな、まあ、深く意味はないよ。何年のなんか新しい技を見出した。この技を極めたりするってことは研究か実践か。ああ。なるほどね。まあ、炭治郎とかだと実践でなんか磨きていったよね、うん。確かに。まあでも研究もしたか。基礎訓練みたいな。え、見出しただけでも研究してるから、あと実践だけじゃない。実践、戦闘中武器が折れちゃったあの時どうする。知能量生かす。ああ、生かしそう。あ、水じゃん。星56です、僕。星56です。どこでマウント取ってんの。原作の強さだったらこっちが一番だからね。なるほどね。水の呼吸か。あとなんか言われてみたら意外にそうかもしれない。確かに。やっと水じゃん。確かに。でもいろいろ燃やすから火だと思ってた。縁だと思ってた。いや、そのためにいっちゃうんですよ。はい。ラスト、シロさん。突き動かす感情は、どっちもね。衝動。はい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 。穏やか。お、新しい。暇になった。ああ、語らい。はいはいはい。断崖で選択を迫られてる。伴侶か盟友、うん、どちらを助けるの、どちらを選ぶ。究極の質問だ。これ、どちらも絶対助けてくれるんだ。盟友ってなんですか、友達。だから友達とか。伴侶が嫁。嫁、うん。え、嫁でしょ。どちらもありました。どっち。おお。
ぼんやりなんだ。なんで？え、これなんか理由？これあ、全員そう。理由か言えだろ。答え。なるほどね。はい。はい。というわけなんで。違うって言います。え？違うって言います。あ、違うのあんの？はい。何これ？これなんか似たようなやつです。なんかすめっちゃ知ってますね。はい、呼吸心。じゃあ僕からいきます。どんだけ気になったんだよ。どんだけ気になったんだよ。こっち、柱もあんのかな。これで、例えばもう一回前日だったり、義勇だったりしたら、もう確実に水の呼吸だって雷の呼吸は、確かに、どっちが本物か、雷の呼吸の適正か分かるってこと、ね、うん、もう本当に分かる。本当に。じゃあ自分の性格は、まあ、楽観的にまだポジティブでいきましょうかね。どちらかといえば、まあ、インドア、はい。芸術は、爆発。一番強いのは、これ難しいなぁ。結局睡眠欲な気がする。あなた性格は、性格は男女、性別のことか男。え、はなんて書いてました？鼻の呼吸、鼻柱。これなんか鼻ってあるじゃないですか。アレンジ加えてんのかな。いや、ね、これ鼻ってあるじゃないですか。ないないない、ないよね。鼻ってだって人体の方の鼻だもん。そう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 、そう、フラワーは叶うだけど鼻の呼吸さん、あれだ。だからあれでしょ、炭治郎が鼻がいいからとかそういうことでしょ。うん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 。これ違うんだ。これどうやって戻んだ。なんか、これはね、これ面白いな。とりあえずさっきポジティブにした。ポジティブにした。俺どう思う？いや、ポジティブだと思う。ポジティブだと思うよ。うん。いや、インドアですね。そうなの。芸術感性、一番強いの性欲ですね。これこいつ話しかなくない？あれ話しかない説。これでもなんかやった人3万人いたらしい。3万2万人かな。いやそうだよね。え、うん、約2万約2万人やってるよ。はいはい。鼻ですね。尻尻。え、尻。尻の呼吸ってええやんそれ。おならやんそれ。尻は知らやばいな。これ。いや、ここが面白かったらいいじゃん。うん。ここで滑ってんのやばくない？いや、本当に。マジ、炭治郎のセリフのまんまやね、本当に。何歳何を言ってるんだって話になるけど、これ。まあでも、鬼滅はこういうのでも稼げちゃうってことか。うん。診断ね、うん、気になってたら。まあなんで。この辺もね、ググったら出てきたのをやってるんですよね、うん、これね。そうです、上から SEO っていうやつを、うん、鬼滅呼吸診断で多分ね、今やった2つの診断出てくると思いますんで、気になる方はぜひ。なんで皆さんもぜひ、うん、自分が何の呼吸なのか。コミュニティやる人いないでしょ。でも、1個目はまあね、あの質問とかも違ってちょっと工夫があったかもしれないけどね、はい、うん、そうだよな。なんで皆さんもぜひ自分が、まあそれとかこの呼吸がいいとか あと教えてほしいですよね、なんならこういう診断もありますよみたいな。あ、確かに確かに、ね、確かに確かに、それは確かにあるかもしれない。うん。皆さんぜひね、呼吸とかこういう柱が良かったとかね、うん、これが好きです、あれが好きです、ありましたらぜひ利用します。ありがとうございます。いや、でも確かに呼吸、まあむっちゃ派生しますもんねって人はちゃんとよろしくお願いします。お願いします。で、今回も夢大臣の方からご覧ました。ナペルでした。チュウでした。宮崎くんでした。ありがとうございました。